というわけで、水虫検証10日目になるんですけども、マキロンを塗っている右足、右足の症状はこんな感じになってますね。だんだんやっぱり良くはなってきてる感じにはなりましたね。昨日よりなぜかひどくなった状況があったりもしましたけど、本日はこんな感じで、テルバイン EX 乗って塗ってる左足の方、左足の方が、だいぶ良くなってきました。やっぱり専用の薬の方が効きやすいのかなっていう感じはなくはないですけど、でも同時に治ってってる感覚はありますね。なので、まあ、引き続き続けていきたいと思います。マキロン右足になっていきたいです。時期によるんですかね。ちょっと蒸し暑くなってきたからもしかすると治りが遅いのかなとか思ったりしますけど、相変わらず、靴を履いてる時間はほとんどというより短い時間で、ね、済ませてますけどね。では次、左足にテルバイン。テルバインは1日1回で効くって書いてあるんでね、1日1回だけしか塗ってません。もうこの時間帯だけですね、今のところ。お昼前後、寝ることができました。はい、それではまた明日経過報告をしたいと思います。